こんにちは、まにこです。ご視聴ありがとうございます。今回は出会いや待ち人などポジティブな面にフォーカスした恋愛プラス対人人間関係についてリーディングしてまいります。よろしくお願いいたします。今画面に出ているような内容でルノルマンを展開した後、後半タロットでも見ていきます。では選択肢をお選びいただきながら、もう少し今回のテーマについての補足説明をさせていただきますね。選択肢は使用するルノルマンカードのそれぞれの淑女のカードを抜き出しております。左から1番2番3番になります。今回のテーマについてなんですが、当初は恋愛に限定した出会いや片思い成就のためのリーディングにするつもりだったんですが、この動画を撮影しているのが11月上旬で、もしかしたら脱クリぼっちしたい方にもまだ間に合うタイミングなのかなと思ったんですね。恋のお相手と過ごすクリスマスだけでなく、お友達やご家族と過ごされる、あるいはイベントなどにお出かけするというのも楽しそうだなと思いまして、恋愛プラス他の要素ということでお届けすることにいたしました。ついでに脱クリぼっちとか言ってますが、季節に関係なくお楽しみいただける内容にしていくつもりです。1ヶ月から2ヶ月くらいの間ということを想定しておりますので、ご覧いただいたタイミングからそのくらいの期間と考えていただくといいのかなと思います。選択肢はお決まりになりましたでしょうか？まだの方は一時停止での対応をお願いいたします。では1番から順に見てまいります。1番の方のルノルマンを展開しています。それぞれカードの番号に対応する場所に出てきたカードを抜き出しています。下段が騎士の場所、待ち人、百合のカードが出ています。クローバーの場所、幸運成就、紳士のカードになります。雲の場所、障害願望が船のカード。中段、花束の場所、出会い贈り物、道のカード。ハートの場所、愛情前進、鎌のカード。上段が太陽の場所、成功将来の見通し、手紙のカードが出ています。下段から見ていきます。騎士の場所、待ち人、百合、ご友人なのか知り合いレベルなのか分かりませんが、恋のお相手ではない方に魅力を感じているという感じがします。百合はセクシャリティと純粋、潔白、プラトニックなど象徴する意味が幅広すぎるんで、一緒に出てくるカードと組み合わせて判断することが多いカードなんですね。なのでここでは2通り仮定していこうかなと思います。まず1つ目、性的な関係ではないけれどもチャンスがあればそういう関係になってもいいなというお気持ち。2つ目が、思いはあるけれども具体的な行動となると二の足を踏む、関係を発展させたいのか憧れとしてこのままにしておくべきなのか、ご自身でも迷っているような状態。待ち人として出てきていますので、もしかしたらご自分のお気持ちを確認するようなタイミングがやってくるのかもしれません。特に思い当たるお相手がいらっしゃらない場合は、すでにお知り合いの中からそのようなお気持ちを抱く可能性があるのかなと思います。今のところ特に恋愛には興味はないという方、出会いは
求めない方でしたら、お相手の方から思いを寄せられる可能性もあるのかもしれません。クローバーの場所、幸運成就、紳士のカード。特定の人物を指す場合は恋のお相手、男性の方も女性の方もご自身の象徴を淑女として見ていただく関係で、性別に関わらず恋のお相手ということになります。恋愛ではない場合は男性、あるいは複数の男性、男性の多い職場とか男性を客層としているご商売などですね。恋のお相手として見た場合、先ほどの町人のゆり、一番さんの方からいいなと思っていたお相手でしたら、そのお気持ちが成就される。ご自分から積極的に動かなかったとしても、七夕的にチャンスが訪れる可能性。もしその時にやっぱり恋じゃないかもと気づいたならば、これまでの関係のままという選択もできます。雲の場所、障害、願望、船のカードですね。障害とするなら、ちょっと遠距離、人によって障害になるか願望になるか分かれそうなことで言うと、可能性として異なった価値観ということから外国人ということも考えられます。移動も意味しますので、恋愛関係で障害と捉えるならば、どちらかのお住まいの近くに移動する方がいいのかなと考えると少し面倒くさい。願望として考えるなら、近くに越したいという感じでしょうか。ここまで恋愛以外の対人、人間関係に置き換えますと、人として魅力的な人、いろいろと経験豊富な方なので、教えを超えるような感じでしょうか。恋愛についてではなくても、人付き合いでのことでもですね。コミュ力の高い人を想像しました。その方は男性である。一番さんとは異なった価値観や文化圏の人の可能性。もともとご自分とは違う世界の住人のような方に興味があった。ご自身が苦手とするものを得意としている方から学びたいと思っていたなどですね。障害と捉えるならば、実際自分には真似できる気がしない、そのように感じるとかでしょうか。何か解決したいことがあるのであれば、別の方法を探る必要があるなと実感する可能性もあるかもしれません。次に中段を見ていきます。花束の場所、出会い、贈り物、道のカードですね。出会いとするなら、今後の人生を左右するレベルの出会い、将来を考えるようなお相手。贈り物と考えるならば、ナビゲーション、自然と良い方向へ導かれるような出会い。恋のお相手に限らず、今後の人生、ご自分が理想とすること、そこに到達するために、何をすべきか漠然としていて実感がなかったことなどありましたら、それについて突然前方に道が見えてくるような感覚を味わうかもしれません。そういうことに気づかされるような出会いという感じでしょうか。ハートの場所、愛情、前進、鎌のカードですね。道のカード、出会いと絡めると、間違った選択をせずに済む、そういうイメージがします。それまでいいなと思っていたお相手は、将来のことを考えるとちょっと違ったとわかるような、しっくりくるお相手との出会い。ただ好かれる、求める、求められるというよりも、深い愛情を得る、あるいは愛情を注ぐという感覚。贈り物と前進で考えると、道と
鎌ご自分ではこれがいいのかなと漠然と思っていたことが間違いであると教えられる、そっちに行かなくてよかったなみたいな気づき、これは集団の中でのお付き合いでしょうか、職場の方たちとの付き合い方など良かれと思ってやっていたことが実は逆効果だったとしたらショックですよね。そういうことがあるとしたら早めに気づくことができる、そのきっかけを授けてくれるような友人知人といったところでしょうか。上段、太陽の場所、成功、将来の見通し、手紙のカードになります。成功とするなら、メールなど文章で思いを伝えられる、告白される、恋愛以外でしたら交流の際は文章でのやり取りが思っていること考えていることが伝えやすい。将来の見通しと考えると情報がもたらされる、メッセージが届く、人脈を得る、希望していたような人脈、そこからまた有益な情報をもらう。タロットからは恋愛以外の対人人間関係と総合的なものアドバイス、3つの項目で見ていきます。1番の方のタロットを展開しています。恋愛、ペンタクル9、ソードナイト。恋愛以外の対人人間関係、ダイアルカナ吊るし人、ダイアルカナ皇帝、総合アドバイス、ソードクイーン、ソード7になります。恋愛以外のところがダイアルカナ2枚なので、よりはっきりしたメッセージがもらえそうです。では順番に見ていきます。恋愛、ペンタクル9、ソードナイト。愛される女性、そういう感じのカードですね。1番をお選びいただいた方、男性の方でしたら性別としての女性というよりも女性性というふうに受け取っていただくといいかもしれません。自分からガツガツいく感じではないけれども、自然と周囲に愛情が集まってくる、人が集まってくる。愛されるということと女性性という受け身のような感じはありますが、同時にこのカードに描かれる女性は経済的または社会的に自立している女性のようでもあるんですね。等身大の自分で無理なくこなしているという雰囲気ですね。もともとお持ちの資質を存分に活かしている可能性もあります。あまり無理せず等身大のまま、ありのままでいること、自然体でいることが一番さんの魅力。恋愛でもそういう自然な成り行きに任せるような、気持ち的に余裕があるような関係を暗示しているようです。もう一枚がソードナイトですね。こちらは自分の考え方を貫く感じがイメージされるんですが、この2枚を合わせて考えると、これを言ったら相手がどう思うのかとか、好かれるためにはこうするのがいいのかなとか、そういうことを計算するのではなく、ご自分がそうしたいからする、そういう基準で行動をしているような感じがあります。好かれたいから、嫌われたくないから、そういうことよりもご自分がどう思うのか、相手に何をしてあげたいのかという前向きな方向で考え行動することに月がありそうです。恋愛以外の対人人間関係、
大アルカナ吊るし人、大アルカナ皇帝。今回のリーディングは1ヶ月から2ヶ月ということで期間を想定していますが、これからしばらくは新しい交友関係を広げていくというよりは、今すでに身近にいらっしゃる方との関係について考えてみる、あるいは信頼関係を強固なものにする、そのようなイメージがします。吊るし人は一人になってじっくり考えるような、ご自分と向き合うようなカードですね。他者との関係について考えるとき、他人に対してご自分が積極的に何かしてあげよう、尽くそうと頑張るよりは、一旦立ち止まってみて、ご自分だったらどう感じるかなど、別の視点で考えてみるなどですね。この期間はそういった思考がうまくいく可能性があるのかなと思います。ゆっくり考えてみると違った景色が見えてくるかもしれません。そして肯定ですね。ご自身で思っている以上に周囲は一番さんを高く評価しているような感じがします。もっとどっしり構えてもいい。そういう感じが今回はします。偉そうにしろということではないんですが、吊るし人のカードもそうですけれども、ご自分からせわしなく動いたり、他人の気持ちを先回りして行動するようなこと、忖度っていうことかもしれませんが、そういう本当に相手の望むことを確認したわけではないのに、きっとと喜んでもらえるみたいな行動はしなくていいのかなという感じがします。そういう気配り屋さんだったとしてですね、気配りも大事な時はもちろんありますけれども、一番さんの場合は周りが見えすぎるので気を使いすぎて周囲がどこまで気を使ってくれてるか気づかないレベルかもしれないので、その気づいてないもの、それっていうのはなかったことと同じだと考えると、評価にもつながらないですし、何より本当に相手が望んでいることなのかも不明ですよね。少しずつでいいのでスルーしていくスキルを身につけるといいのかなという感じがします。自然体のままで十分周囲から実力を評価されたり信頼を得ている感じもしますので、ちょっとそのあたりをご自分の内面と向き合って考えてみるといいのかなと思います。総合アドバイス、総読員総度7、率直さ正直さ、そういったことを言われているのかなという感じです。先ほどの恋愛以外のところですね、あんまり気を回しすぎない、相手がどう思うのかを考えすぎてご自分の意見が言えなくなる、あるいは自分の本心がわからなくなる、そういうことが終わりでしょうか。なかったとしてもそういうことにならないようにというメッセージなのかなと思います。恋愛でも同じような感じなのかなと思います。どう思われるかということより、ご自分がお相手をどのように思っているか、そういうお気持ちを大事にしてほしいと言われているのかなと思います。では、今回のリーディングは以上になります。ご視聴ありがとうございました。2番の方のルノルマンを展開しています。それぞれカードの番号に対応する場所に出てきたカードを抜き出しています。下段、騎士の場所、町人、コウノトリのカード。クローバーの場所、幸運、成就、ハートのカード。雲の場所、
障害、願望、道のカード、中段、花束の場所、出会い、贈り物、騎士のカード、ハートの場所、愛情、前進、紳士のカード、上段、太陽の場所、成功、将来の見通し、クローバーのカードが出ています。まずは下段から見ていきますね。騎士の場所、待ち人、コウノトリのカード、変化の象徴、転居、状況の変化、妊娠を表すこともありますね。そこから出産、新しい家族などですね。そういうことも表します。恋愛として見るなら、将来を考えられるような人、ここは出会いではなく待ち人なので、どちらかといえばすでにお知り合いだったり片思いのお相手との関係の変化、そういう方がいらっしゃらなければ理想の人物像として恋に落ちるかどうかは別として、こういう人素敵だなと思う方と知り合うとかですね。恋愛以外で見た場合は変化を好む人、一つのところにじっとしていない、転職が多い人などですね。秋っぽいとか旅がお好きとか、そういう人との交流の中で何かしら影響を受ける、そういう感じがします。クローバーの場所、幸運成就、ハートのカードですね。恋愛の成就、片思いの方はそのきっかけが七夕的にやってくる可能性がありそうです。ですがクローバーの幸運って短期的なものらしいんですね。きっきっかけはくれるけれども、その先に小さな幸運をつなげていけるかというと、ご自身にかかってくるような感じがするんですね。お相手のいることなので難しいですよね。どのように行動するかは、実際にご自身の目でお相手を観察して人となりを確かめるしかないのかなと思います。ただお近づきになるチャンスは与えてくれそうな感じがします。恋愛以外ですと、夢中になれること、趣味などを通じた交流、あるいは単に話してると面白い人、よくわからないけど時間があれば会って話したくなるようなお友達、そういう方との交流があるのかもしれません。雲の場所、障害、願望、道のカード、決断、ターニングポイント、重要な局面。障害と見るならば、例えばお友達と同じ人を好きになってしまうとかでしょうか。何かを決断しなければならなくなる可能性、友情か愛情かみたいな。願望と見るなら、この先の人生を左右するような出会いを求めていらっしゃる、そのような感じでしょうか。恋愛以外でしたら、一生もののお友達を求めていらっしゃるなどですね。次に中段を見ていきます。花束の場所、出会い、贈り物、騎士のカードになります。出会いの場所に待ち人がやってきています。待ち人のところでお話しした理想的だなと思うような人、そういう人と恋に落ちる可能性、片思い中でしたら贈り物、ギフト、これは物質ではなく、神様がいるのならば神様からの祝福を受けたと思えるようなこと。ハートの場所、愛情、前進、紳士のカード。性別に関係なくご自身の象徴カードを淑女として見ていただく関係で、紳士も性別に関係なく恋のお相手として見ます。愛情、前進で恋のお相手ですね。カードからは背中を押すようなことばかり出てきている感じですが、実際に行動を起こすかどうかはご自身の目でしっかりお相手を観察して、思いを伝えるにしてもタイミングやその方法などをしっかり考えた上で行ってください。恋愛以外でしたら、紳士は男性、男性が多く集まるコミュニティなどですね。全身なので背中を押してもらいたいようなことがあれば、そういう集まりや
男性で的確なアドバイスをしてくださる方がいらっしゃる可能性、そこから学ぶことがいろいろとありそうです。冗談ですね。太陽の場所、成功、将来の見通し、クローバーのカードです。勝利という感じでしょうか。恋愛でしたらライバルがいらしたとしても2番さんの方に幸運のお守り、クローバーがある。成功でクローバーなので努力プラス七夕的な幸運、少し運に左右される場面があるかもしれませんが、成功を暗示させています。ルノルマン全体でポジティブな感じですね。中段の騎士と紳士っていうのも面白いなと思います。騎士はスピード感も表しますので、恋愛のお相手との関係が進展するとしたらかなり展開が早いのかなと思います。恋愛以外の対人人間関係として見た場合は、お仕事その他学ぶことが多い人物、ロールモデル的な人物だけでなく単に一緒にいて楽しいという人も交流の中から得られるものが多いのかなと思います。タロットからは恋愛以外の対人人間関係、総合的なものアドバイスとして3つの項目で見ていきます。2番の方のタロットを展開しています。恋愛、ダイアルカナ、星、ワンド、4。恋愛以外の対人人間関係、ダイアルカナ吊るし人、ダイアルカナ女教皇、総合アドバイス、ソード8、ワンド9になります。1番の方も同じところに吊るし人が出ていました。このデッキだとサレンダーのカードですね。では順番に見ていきます。恋愛、ダイアルカナ、星、ワンド、4。希望の光を見るという感じですね。理想的なお相手との恋、憧れの人との恋、恋の進展、成就して満足というよりは希望に胸を躍らせる、あるいは可能性を感じて安心感を得たような感じでしょうか。しかしですね、恋愛中、片思いなら特にちょっとしたことで気分が変わったりすることもありますよね。今は可能性がありそうと舞い上がるほど喜んでいたとしても、せっかく会えたのにあんまりお話ができなかった、次に会ったら話そうと思っていたことをうまく伝えられなかったなど、そういうちょっとしたことで落ち込むこともあったりするかなぁと、遠い記憶を頼りに片思い中のことを想像しています。ただ希望の光から静かに喜んでいる今の心境としては穏やかである、そのように見ることができます。ワンド4はお祝いしている雰囲気のカードなんですね。歓喜、喜びを分かち合う、お祝いの席でのダンス、結婚式を連想します。カードとしては新しい出会い、恋のスタート、そのような暗示なのかなと思います。ルノルマンでも全体的にポジティブで恋愛成就を思わせるような内容でした。タロットからは主に心の方、静かに幸せを感じ、その喜びを誰かと分かち合っている、そのように出ています。これからが非常に楽しみです。恋愛以外の対人人間関係、ダイアルカナ吊るし人、ダイアルカナ女教皇、2枚ともダイアルカナですね。お知り合い程度のお付き合いの方からお友達といえる関係になるような方が出てこないかなと期待してるのかなという感じがしたんですが、あるいはこちらはより親しい関係になりたいなと思っているけれども、
お相手の方がどうなのかなと思っているなどですね。そういう時はゴリゴリ押すよりも一旦ご自身の内面に向き合ってみるといいのかなという感じがあります。吊るし人ですね。悟りを開くという解釈をされる場合もあるカードなので、いつもとは違う視点で思考ができたり、そこからまた新たな気づきを得るなどですね。人との交流を求めながら自分に向き合う時間を大切にするということ。もう一枚がダイアルカナ女教皇。こちらは感覚的に物事を捉え、全体像を見る感じでしょうか。そこから詳細に落とし込んでいく。インスピレーション、直感など言葉にならない概念のようなものを発見したら、吊るし人ですね。それについて深掘りして考えてみる。女教皇は意識の高い感じがあるんですね。意識高い系ではなくて、意識が高い。見せかけのリア充感ではなくって、物事に対する姿勢、精神性、そういったところでの意識の高さ。もしかしたら理想を追求するあまり、自分にも他人にも厳しくなることもあるかもしれません。他人にというのは、批判的になったりすることではなくて、関係性についてですね。自分は 100% で相手と接するのに、相手からはその半分ももらっていない。そう感じたりすると、あまり尊重されていないのかなと少し悩むみたいな。常に 100% っていう方の方が少なそうな気もしますが、常に目の前の相手に誠心誠意尽くす、そういう意識の高さがあるとしたら、周囲との温度差に少し傷ついたり悩んだりするのかもしれません。そういう部分について心当たりがおありでしたら、その温度差を埋めるための方法なども吊るし人ですね。別の視点から一度考えてみるというのも試してみていただくといいかもしれません。総合アドバイス、ソード8、ワンド9。ソード8も身動き取れなくなるっていう感じがあるカードなんですが、この絵柄だと細めの赤いロープが足にゆるく巻きついているだけ、邪魔くさい感じはありますけれども、ほどこうと思えばほどけそうですし、なんならこのままの状態でも気をつければ移動できそうなくらいですよね。ソード8は先ほどの恋愛以外の対人、人間関係の補足のような感じで出てきていますね。ご自身の考えに固執しすぎないこと、固定観念、あるいは誰が決めたんだかわからない理屈、既成概念にも同じように縛られる必要はない。そういうことを言われている気がします。こうあるべきみたいなものは不要であるということでしょうか。ワンド9は少し違ったメッセージが来ています。備えあれば憂いなし。これまで経験してきたことを振り返り、失敗したなぁと思うことがあれば、同じことを繰り返さないようにするなど、そういう振り返りの一人反省会をしているとき、感情的なところにフォーカスすると落ち込むかもしれないので、論理的思考で感情とは切り離して考えていくことも大切かもしれません。ワンドは情熱を表すスートですが、感情はカップの方ですので、瞬間的な思いつきレベルの思考があまり入っていない純粋なひらめきに近い状態なのかなと想像します。例えば思いつきレベルの単純なものだったとしても、感情から余計な先入観などが入り込んだものよりも、案外物事の確信をついていることがあるのかもしれない。そこでソード8のメッセージともつながってきそうです。固定観念、既成概念にとらわれないこと、純粋なひらめきから物事の本質を見抜くこともある。それに冷静な論理的思考が加わると最強なのかもしれません。
いろいろごちゃごちゃとお話ししましたが、時には直感に従うのがいいんじゃないの？みたいなことかもしれません。では、今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番の方のルノルマンを展開しています。それぞれカードの番号に対応する場所に出てきたカードを抜き出しています。下段、騎士の場所、待ち人、月のカード。クローバーの場所、幸運、成就、本のカード。雲の場所、障害、願望、百合のカード。中段ですね。花束の場所、出会い、贈り物、家のカード。ハートの場所、愛情、前進、子供のカード。上段、太陽の場所、成功、将来の見通し、クローバーのカードが出ています。まずは下段から見ていきます。騎士の場所、待ち人、月のカードですね。月は、ロマンスを表すカードなんですね。あるいは直感とか予感、深層心理、そういうちょっと神秘的な感じもあります。恋愛でしたら直感的にこういう人が自分に合っているというのがわかる。特にどんな人なのかよく知らない段階から直感的になんとなくわかるような感じ。出会ったら何かしらのサインが来るような気がしている。恋愛以外でしたら、あまり多くを語らなくても、なんとなく意思の疎通ができそうな人、以心伝心。そういう人に巡り合う確率ってどのくらいなんでしょうね。そういう人との出会いを待っている。そのような感じがします。クローバーの場所、幸運、成就、本のカード。本は見たまんま情報としての知識を得たり、お勉強をしたり、秘密も表しますね。幸運とするなら有益な情報を得る。成就とするなら隠された真実を知るような、そんな感じでしょうか。恋愛も恋愛以外も秘密を知る、隠された真実を暴露されなくてもなんとなく分かってしまう、そういう感じなのかなという気がします。それが幸運なのかもしれませんが、クローバーの幸運っていうのは短期的なもの、七夕的なものらしいので、ちょっとしたラッキーからどのように膨らませて大きなものを掴んでいけるのかというのはあなた次第という感じになりそうです。雲の場所、障害、願望、百合のカード。障害とするなら、直感力に優れ、すぐに物事の核心をつくようなことができてしまう能力がありそうな3番さんなので、本当のところはどうなのか、実際にお相手に確認する作業を怠ってしまう、そういう可能性。願望とするなら、百合は秘めたセクシャリティも表しますので、性的な関係を密かに望まれている、あるいはですね、真逆の意味も持ち合わせる百合ですから、仮に恋の進展が望めそうな段階になっても、大人の関係に進めるのがなかなか勇気が出ない。もっと心の交流、絆を深めてからという迷いのようなもの。愛されているという実感、証が欲しい。そういう感じなのかもしれません。どちらの場合も願望と見るか、障害と見るか、そういう逆の見方もできますので、百合の二面性みたいな部分もそのように見ていただくといいかもしれません。次に中段ですね。花束の場所、出会い、贈り物、家のカードですね。
家庭的な人、あるいは同居の人、贈り物と考えるならば家族のように安心できる、そういう出会いに感謝するような感じなのかなと想像します。恋愛以外で見ると家族のようなお付き合いができる人、友人、知人、または家族ぐるみですね。そういう交流のできる人は貴重だなと思いますよね。ハートの場所、愛情、全身、子供のカード、純粋さ、純粋な愛情、邪推がない状態。全身とするなら、新しいこと、関係などですね。ここを見ていると、障害または願望のところは、取り越し苦労に過ぎないという気がしてしまいます。あまり余計なことを考えず、素直なお気持ちで接することができるような感じがします。恋愛も恋愛以外でも良いお付き合いができる感じがします。お友達、お知り合いなら新しく知り合った人たち、そういう見方もできそうです。冗談ですね。太陽の場所、成功、将来の見通し、クローバーのカードです。2番もここがクローバーでした。2番さんとは少し違う見方ができそうなんですが、3番さんが望まれること、恋愛でも恋愛以外の対人、人間関係でもですね、理想的な形のお付き合いの仕方、1対1でしたら理想的な関係性、そういうものが叶っていくような予感ですね。ただしクローバーは短期的なものなので、そういう瞬間が来たとしてもさらに関係を深めていく、絆を強くしていくというのはその先の交流です。幸運とも思えるような出会いがあったら、それを大切に育てていってほしい、そういうことなのかなという気がします。タロットからは恋愛以外の対人、人間関係、総合的なもの、アドバイス、3つの項目で見ていきます。3番の方のタロットを展開しています。恋愛、ダイアルカナ、吊るし人、ワンド、2、恋愛以外の対人、人間関係、ソード、ページ、ダイアルカナ、死神、総合アドバイス、ペンタクル、10、ダイアルカナ、戦車になります。1番と2番のタロットの展開で、恋愛以外の対人、人間関係の上の段に吊るし人が出ていたんですね。3番では恋愛のところに吊るし人が出ています。このデッキではサレンダーというカードになります。では順番に見ていきますね。恋愛、ダイアルカナ、吊るし人、ワンド、2。ルノルマンの方からは特に問題があるように見えなかったんですが、直感的なこと、インスピレーションのようなもの、そういうひらめきから得るものももちろんあると思うんですが、少し違った角度から物事を検証してみる、直感的に分かったことを論理的思考に落とし込む、インスピレーションとして授かったものを言語化する、そういうことを言われているのかなと思います。ご自身の内面と向き合う、ご自分との対話をしてみる。そういう時カードの占いは便利だなと思うので、ぜひ活用していただきたいなと思いますが、使えるものは何でも使う感じでやってみてください。日記を書くっていうのもいいのかなと思います。ワンドには目的を達成し、さて次は何をしようかな
みたいなカードなんですね。今のままのスタイルで続けるかというのも選択の一つですね。一つの理想の形を叶える、そういう感じがルノルマンからしましたが、ではその理想的と思えるお相手関係を次に進めたらどうなっていくのかなっていうこともあるかもしれません。ご自身の理想と現実の生身の人間であるお相手とのリアル、そういうところがずっと一致したままなのか、違った面が見えてくるのか、違う面が見えてきた時それも素敵だなって思うのか、理想の方に寄せていこうとするのか、そういうことも考えられます。ある意味理想がしっかりあるとそういうことが問題になってくる可能性ですが、それはそれとして受け入れていくのかなという気もします。恋愛以外の対人人間関係、ソードページ、ダイアルカな死神。情報収集と新たな視点から状況を判断していくソードページ。ダイアルカな死神は古い価値観や過去の感情などが消えていく。言い方が悪いかもしれないですけれども、古いもの、過去のものが死んでいく、そして新しいものが生まれてくる。関係が変わったり、お相手に対する見方が変わったり、お気持ちが変わってくるなどですね。あるいはご自身の内面的な部分、価値観などですね。人付き合いの中で過去の経験からの固定観念のようなものが通用しないと思う瞬間が来るのかもしれません。その体験から今までと少し違ったものの見方をするようになるのかもしれません。人との関わりの中で相手にご自身を投影し、ご自身を理解していく、そういうこともあるのかなと思いますが、生まれ変わりレベルでの新たな発見もあるかもしれません。そういう暗示としてこのカードが出てきているようです。総合アドバイス、ペンタクル10、ダイアルカナ戦車。ペンタクル10って遺産を受け継ぐようなカードなんですね。一つのサイクルが終わって次に新たなものが始まっていく。10は数札の最後なので、そういう意味合いもありますね。サイクルが終わるとき、得たものを振り返ったときに新たな課題を発見するかもしれません。そこからまた成長する予感、ここで言われていることも理想を手に入れたその先ということかもしれません。ダイアルカな戦車からは何か新たな課題や問題が現れたとしても、ご自身がその状況をコントロールしていける、そういうことを言われている気がします。このデッキの戦車の絵柄がね、どういう状況なのかなっていつも思うんですけれども、小さなお猿さんを抱えてますよね。ウェイト・スミス版では、おみこしのような戦車、実際の戦闘用ではなくって、勝利の凱旋をしている様子を描いているようなんですね。それを引く2頭のスフィンクス、別々の方向を向いている2頭をコントロールしていくという感じですね。この絵柄だとご自分が空を飛ぶかのようですよね。あるいはジャックと豆の木みたいな足元の植物を成長させるような感じでしょうか。より直接的にご自身の力で対処しようとしていると解釈できますね。状況判断などを他人任せにしないことというメッセージでもあるのかなという気がします。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴ありがとうございました。